黄昏は1952年公開のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はウィリアム・ワイラー。出演はローレンス・オリビエとジェニファー・ジョーンズなど。セオドア・ドライサーの1900年の小説、シスター・キャリーを原作としている。日本では1951年の映画として紹介されることもあるが、一般公開されたのは1952年である。 田舎娘キャリー・ビーバーは姉夫婦を頼ってシカゴにやってくるが働いていた工場で怪我をしたために首になってしまう。路頭に迷ったキャリーはシカゴに来る際の汽車で知り合った調子のいい男チャーリー・ドルウェを頼って会いに行く。再会を喜ぶチャーリーはキャリーに金を渡し一流レストランフィッツジェラルドでの食事を強引に約束させる。その夜、 キャリーは渡された金をチャーリーに返すつもりでフィッツジェラルドに行くが支配人ハーストウッドの計らいもあり結局チャーリーと食事を共にすることになるそしてチャーリーは言葉巧みにキャリーを自分の部屋に連れ込み結局そのまま同性に持ち込んでしまうチャーリーとの同性生活を仕方なく続けていたキャリーは近所の目が気になりチャーリーにいつになったら 結婚してくれるのかと問い詰めるが、のらりくらりと交わすだけのチャーリーにキャリーは苛立ちを募らせる。そんなある日、チャーリーは、ハーストウッドを友人として、家に招く。そして、仕事で家を留守にする間、キャリーの相手をしてやってほしいとハーストウッドに頼む。金持ちの妻との冷え切った、夫婦関係に、息が詰まっていた、ハーストウッドは、素朴なキャリーに次第に惹かれてゆく。 キャリーもまた、ハーストウッドに強く惹かれていく。そして、二人の関係が、ハーストウッドの妻に知られると、ハーストウッドは、発作的に店の金を盗んで、キャリーと駆け落ちし、ニューヨークに向かう。ニューヨークで二人だけの新生活を始めたものの、盗んだ金を返さざるを得なくなったことから一文なしになる。また金を持ち逃げしたことが知られた、ハーストウッドは、 まともな仕事に就けなくなり、二人の生活は困窮を極める。そんな中、キャリーは舞台女優になる。そしてハーストウッドを元の家族に返してやろうと、ハーストウッドに結婚した息子に会いに行くように言い、彼の留守中に姿を消す。ハーストウッドは息子に会いに行くが、遠くから息子の姿を見ただけで、ニューヨークに戻る。しかし、そこにキャリーの姿はなかった。 数年後、キャリーは女優として大成功を収めていた。スターとなった彼女を訪ねてやってきた、チャーリーの言葉で、ハーストウッドが店の金を持ち逃げしたために二度と家族の元に帰ることができないことを初めて知ったキャリーは、ハーストウッドの行方を探すが、不老者にまで落ちぶれた後の目撃情報しか得ることはできなかった。ある夜、公演後の楽屋口で、 キャリーに物いをする不老者が現れる。それは、紛れもなくハーストウッドであった。その姿にショックを受けたキャリーは彼を楽屋に連れて行き、再び、ハーストウッドとやり直そうと当座の金を渡すが、小銭の方がいいというハーストウッドのために、事務所に借りに行く。しかし、その間にハーストウッドはキャリーから渡された金の、中から小銭を一つだけ取って出ていく。 括っ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。